こんにちは。3分で昨日よりちょっと美しくなる3分ビューティー、ダイエット美容家の音島沙織です。今日はカバンの中身をいろいろご紹介していきたいと思います。コメント欄いつも読ませていただいてるんですけれども、今まであった質問の中で、バッグの中身が知りたいっていう、ね、コメントがあったので、そういったリクエストに今日は、ね、答える回にしていきたいと思います。中でもこの時期ぜひ持ち歩くのにおすすめなビューティーアイテムをちょっとねご紹介していきたいと思います。持ってきた、普段最近よく持ち歩いてるのがこの辺のアイテムなんですけれども、飲み物をアレンジする水分プラスオンで自分のお腹を満たしてくれたりとか、ちょっとビューティー効果があるような、美容効果があるようなものだったりとか、飲み物をね変化できるようなアイテムを絶対持ち歩いてるのと、あとアロマですね。アロマ系も気分と本当にいっぱいあるので、こう厳選してその日の気分でいくつか選んで持ち歩いてますっていうのと、あとハンドクリームと温活アイテム。結構ね寒くなる時期なので、ちょっと思ったより寒いなとか、なんか冷えてるなって感じた時にプラスオンしてます。はい、今日ね1個ずつ紹介していこうと思います。で、基本的にこのビューティーポーチみたいなのを持ち歩いていて、この中に今ねよく持ち歩いてるのが抹茶のパウダーです。酵素になってる抹茶のパウダーなんですけど、茶カテキンがやっぱり摂取できるのすごく良くて、免疫力アップしたりとか、あと抗菌作用もすごくあるのと、なんといってもこのザ・抹茶東京の抹茶ってすごくグレードが高くて美味しいんですよ。これで慣れるとなかなか他の抹茶粉末は満足できなくなるぐらい美味しいので、これすごい持ち歩いてますっていうのと、ちょっとほうじ茶とか青汁を持ち歩いたり、すごくこだわってるのがアロマですね。今日は3つ持ってきたんですけど、1つ目が手を拭くシーンというか、除菌すごく意識されてる方多いと思うんですけど、アロマシートとしてこれは除菌効果のあるアイテムです。ハーバンエッセンシャルズっていうブランド のアロマタオルなんですけど、ハッカとかですね、そういうペパーミント系の結構スーッとするような香りのシリーズです。レモンとかいろいろあるのでチェックしてみてもらえるといいと思うんですけど、これ割と除菌効果というか抗菌効果がすごくあるアロマなので、スーッとハッカの香りがすごくパッと、ね、立つので、気分の切り替えとかすごくいいです。アロマのタオルのタイプと、あとこれはマスクですね。マスクにシュッとするオーガニックアロマスプレーです。マスクにシュッとしていただいて、これレモンとグレープフルーツの香りなので食欲を抑制してくれる作用もあります。なので、すっきりリフレッシュしたい時と、あとちょっと生理前で食欲が旺盛って時とかにすごく役立ってくれるので、これこうシュッとしてから、ちょっと乾かした後につけてください。ずっと香りが立ってるのですごく呼吸も深くなるのでおすすめです。で、もう一つがじゃん、 CBD オイルってご存知ですか？麻の中から抽出される特別なオイルなんですけれども、これストレスだったりとか、こう自律神経に働きかけてくれることが分かっていて、これのね睡眠の質をちょっと上げるのに役立ったりとか、自分のリラックスさせてくれたりとか、あとはこういう目の周りの疲れが来る頭痛とかにもすごくおすすめです。雨の日のちょっと頭痛がするような低気圧に弱い方とか、耳の周りとかもねこうマッサージしてあげたりとか、香りもねコホバがメインなんですけど、これもハッカがちょっと入ってるのかな、なんかちょっとスーッとするような香りなので、これもすごく大好きな香りでスッキリします。あとハンドクリームも香りにすごいこだわっていて、これワフィトっていうブランド の森田敦子さんっていうねフィットセラピーの第一人者の方が作ってらっしゃるブランドなんですけれども、ワフィトのハンドクリームは気血水をベースに、なんか気と水、私たちのむくみとか水分ですね、水分代謝に関わるようなタイプと、あとは血ですね、ちょっと血色が悪いとか元気がないみたいな時に使っていただくのすごくおすすめなんですけれども、これは気にアプローチしてくれるタイプのものです。なんかこう自分のエネルギーが足りてないとか、自分の気持ちをちょっと整えたいなっていう、バランス取りたいなっていう時に使うのおすすめで、これも保湿力もねすごく高くて、ナチュラルなブランドなので、保湿をしながらちょっとこう顔の近くで塗りにして香りも楽しんでいます。本当に自分の大好きな香りのアイテムを持ち歩くように私はしています。で、
最後にやっぱり今の時期すごく寒くなるのと、私は自転車で送り迎えをするので手元がすごい冷えるんですよ。でも手袋を持ち歩くとなかなかこう作業しにくくなっちゃうので、私はねこれ自分で作ってるブランドなんですけど、ユーミンのアームレックカバーを持ち歩いてます。寒い時期とか絶対持ち歩いてるんですけど、足にも手にも使えるので、こういう風にしてこれ素手ですごい暖かいので、ちょっと手が冷えるときは手に、足が冷えるときは足につけるようにしています。飲むものと、まず身にまとうものと、あとプラスオンで暖かくするものを持ち歩いてると、私は一日割となんか自分の心と体に寄り添いながら一日過ごせるので、このアイテムをすごく、ね、大事にして持ち歩いてます。皆さんもぜひ自分のこういろんな調子を、一日でもリズムってすごく変わってくるので、そういうリズムに寄り添えるようなアイテムを厳選して持ち歩いてみてはいかがでしょうか。今日は皆さんからいただいた質問にお答えしたんですけれども、またいろいろねリクエストにお答えしていきたいので、何かあればぜひコメントください。お待ちしております。隙間時間にちょこっと美と健康に近づく3分ビューティー、今日はここまで。本島沙織でした。ありがとうございました。